いらないのなら私に預けてみませんか。そうやって始まった僕らの変哲なラブストーリー。いくつになっても傷つき合う二人でいよう。諦めることのない二人でいつまでも。君が思っている通り8割くらいは僕が悪くて、投げやりな気持ちでもまだ守り続ける。残りのたった2割を譲れないところも僕の悪いところだな。君が僕に謝ることは一つ。Thank you.